はい、こんにちは。ノブヤ本店のノブです。今日のテーマは、寝癖について考える。こういった内容でお届けしたいと思います。そうです。寝癖です。誰もが一度は経験したことがあるでしょう。よっぽど丸坊主でもない限りね、今でも毎日寝癖というものと向き合っている方多いんじゃないでしょうか。そこで今日はノブさんがですね、寝癖ができる原因、そしてその対処法というお話をしたいと思います。意外と多くの人はですね、めちゃくちゃシンプルなお話なんですが、あんまり分かっていない。なのでだからこそかえってめんどくさいことしちゃってるとかね、不要なストレスを抱えてるという方がいるんじゃないかなと思って今日の動画を作りました。きっと今日の動画最後まで見てもらえると、明日からめちゃくちゃ快適な生活が待っていると思います。ということで、必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。ということで早速やってまいりましょう。まず寝癖ですね。寝癖がつく原因から考えていきましょう。これ寝るからつくんです。寝癖というのはね、寝るから。ただし寝るというのはですね、眠るということではなくて寝っ転がるということ、これによって寝癖というのは起こります。なので眠っていなくても横になっていれば寝癖というのはつくんです。もっと言ってしまうと、寝っ転がらなくても頭がどこかに設置して、ね、接して、それが長い時間続くと寝癖というのは起こります。これ意外と当たり前のことなんだけど、分かってない方いるんじゃないかなと。逆に言うとですね、眠っていても頭がどこにも接しないで眠っていれば寝癖というのは絶対につきません。このことよく頭に入れておいてください。これなぜか解説しましょう。寝っ転がる、またはですね、寝っ転がってなくても頭がどこかに設置してるということは何が起こってるのか、ここを考えてみるとむちゃくちゃ分かりやすいんだけど、髪の毛が、頭皮から、ここに頭皮があります。頭皮ね、頭皮から髪の毛というのはこう生えてるとしましょう。これが髪の毛だと思ってね、ここは頭皮です。この髪の毛が寝ると、または寝てなくても頭がどこかに設置してると、根元が折れるという現象が起こります。何もしてなければこういった立ち上がりがついているのに、頭がどこかに設置することによって根元がコキンとこう折れる、ここね、これが寝癖のすべての原因です。寝癖の中には根元が潰れる、根元が割れる、毛先が跳ねる、立っちゃう、いろんな寝癖の種類がありますが、これらのすべてだろうな、すべては根元が折れることによって起こります。一個ずつ解説しましょう。根元がパックリ割れちゃった、特につむじのあたりなんて割れやすい人が多いと思うんだけど、これも根元が潰れてるよね。こうなっててほしいものがコキンと根元から折れるので潰れて割れると。ぺっちゃんこになるというのももちろんそうね。これが一番わかりやすい。根元が潰れることによってぺっちゃんこになる。それともう一つ、毛先が跳ねるというやつね。毛先が跳ねるというのは、こんなふうに頭皮があります。頭皮から髪の毛が生えているわけなんだけど、この立ち上がった髪の毛だったら跳ねない、でも折れることによってこの根元がコキンと折れます。折れて行き場のなくなった毛先がこう跳ねる、こうなってることが結構多いのよ。だから、ご自分から見たら毛先が跳ねていると、この部分にクローズアップしがちなんだけど、この原因が実はここにあったりすると。この根元が折れることによって寝癖がついちゃう、こういったことはめちゃくちゃ多いです。そんなところですかね。潰れる、割れる、毛先が跳ねる、立っちゃう、すべて根元が折れてることによって起こります。立っちゃうのもそうだよ。こうして寝てて横がピコンと立っちゃってるとしたら、この根元が逆方向にこうして潰れてる、折れてる、そういったことによって起こりますので、寝癖のすべての原因は根元が折れることによって起こる、これをまず知っておいてください。それと寝癖の対処法です。これは寝癖というのはですね、とにかく髪の毛の形状が本来あなたがこうなっててほしいのとは違う形状になってしまっているので、絶対にこの2つがないと寝癖というのは治りません。それは何かというと、
水または熱、この水か熱がないと寝癖というのは治りません。寝癖イコール根元が折れているということね、この2つは治りません。じゃあこれ一個一個説明しましょう。水というのはですね、一番わかりやすいのはびちゃびちゃに濡らすということね。濡らす、濡らす、濡らすね、濡らすのぬが、すぐに漢字が思い浮かばなかったのでひらがなでいきましょう。濡らす、びちゃびちゃに濡らす、または霧吹きでシュシュする、それも濡らすのうちです。もう一つ言うとスチーム、スチームサウナ、スチームミストみたいな、蒸気でというのも濡らすということです。これは水蒸気が、水がただ細かくなったものが当たるので濡らすということ、つまり水ということです。それと蒸しタオルなんかもそうね、蒸しタオルも蒸したタオル、熱したタオルの蒸気が髪を濡らす、細かい水の粒が髪の毛を濡らす、つまり水でございます。そして熱、熱というのは高温のアイロンがそうだよね。熱の中でもね、やっぱり高温じゃなきゃ意味がない。ドライヤー程度では寝癖は、濡らしもしないでドライヤーではなかなか治りません。熱というのは高温です。高温、つまり、ヘアドライヤー、ヘア違う、ヘアアイロン。アイロンなんかは熱でございます。これね、洋服に例えるとむちゃくちゃわかりやすいんだよね。お洋服がシワになりました。どうすればいいですか？もう一回濡らし直すか、高温のアイロンをかけるか。このどちらかでしか治らないよと。こういうことです。プラス、この水オア熱というのがまさに濡らしてドライヤーということね。ドライヤーはこんなにアイロンほど高温じゃなくてもいいんだけど、濡らして乾かすことによって、より寝癖が治るだけではなくて風合いが良くなりますよ。なぜかというと、濡らしてドライヤーをするイコール洗濯したものを乾燥機にかけると同じことです。アイロンというのはまさにお洋服のアイロンなので、洗濯物を乾燥機に入れたのとは全く違う質感になるよね。なのでこっちのメリットはなくはない。人工的にピタッとピカッとなります。なのでより、ピタッとした感じが良ければこの熱というのは有効なんだけれども、ふんわり優しい雰囲気にしたかったら水と熱、つまり、濡らしてドライヤーというのが一番有効です。ただし、ただし寝癖、今回のお話ね、寝癖というものに対して根元が折れることによって寝癖がつきます。あなたが寝て起きた時、別に寝てる間に見えない小人さんがいたずらしてるわけじゃないんです。あなたの頭の重みが髪の毛を潰し根元を折ってるんです、ね、それが長い時間折り続けることによって折れ目がついちゃうんです。この折れ目は高温のアイロンで直すということは非常に困難なの、わかるかな。地肌のすぐ近くから折れちゃうわけだからね。ということはアイロンで寝癖を直す、根元がパックリ割れちゃってます、潰れちゃってます、そのことによって毛先が跳ねてますは、いくらこの部分をアイロンで何かしても根本的なここが何も直っていないんです。こんなところアイロンしたら火傷しちゃうからね。だからここを改善することができない。つまりアイロンで寝癖を直すということはものすごく困難ということになります。ということは寝癖がついたら、あれこれ工夫してなんとか簡単に直せないかと考えるよりもびちゃびちゃに濡らしちゃうのが一番手っ取り早いよと、こういったことになります。美容室で、あなたが最後ね、仕上げの時にドライヤーをしてもらいますね。その時どういった状態でしょうか。必ず髪の毛は適度に濡れた状態から美容師さんはドライヤーをスタートするはずです。もうすでに髪の毛が乾いてしまって、その状態でドライヤーが始まる美容室というのはノブさんはないんじゃないかなと思うね。これはなぜかというと、髪の毛が濡れてる状態からドライヤーをスタートするのが一番いいからということを美容師さんは知ってるわけね。でもあなたはどうでしょうか。まあもちろんね、このノブさんのチャンネルね、ずっと見てくれてる人はこういった原理もう理解してくれてるとは思うんだけど、もしかすると人によっては朝起きて寝癖がついてるから濡らしもしないでドライヤーをしてるとかね、下手するとアイロンをしてる、
アイロンした場合は、その時治るんだけど、根元のつぶれというのは治りません。根元がつぶれてることによって跳ねてる毛先は、その時アイロンしてもなんか治ったつもりでも時間が経つとまたそこが跳ねてくるなんてことが起こります。これはつまり寝癖というのは根元の折れで起こっている。そしてこの根元の折れは地肌を濡らさない限り治らない、水分が必要であると、こういったことになっておるわけです。ということで、早い話が寝癖がついたら濡らそうぜということです。もし毛先が跳ねていたら跳ねてるところだけを濡らしても意味ないぜ。なぜかというと根元の折れによって起こっている、地肌から毛が生えている、ここが折れている、ね、この折れは地肌を濡らさないと治らないよ、こういったお話でした。もちろん、ロングヘアの人ね、ロングヘアの人の場合なんていうのはそもそも毛の重さで引っ張られてこう立ち上がってるはずの根元が毛の重さで潰れてるわけだよね。だから根元の折れということがあんまり起こらないので寝癖もつきにくいです。プラス髪の毛の重さ自体があるので、常に下に引っ張ってる状態なわけね。こう立ってる状態だとね、なのでほとんど気にならないと思います。でも、ボブであるとかそれ以上の短さね、短い人、ショートの人なんていうのは毎日毎日寝癖はつくのが当たり前です。特に、カットでね、動きや軽さが出るようなヘアスタイルにしてもらっているあなたは特にもう寝癖がつくんです。ワックスでスタイリングした時にすごくいい感じになるはイコール寝癖だと思ってください。髪の毛が動きやすい、軽さがあるイコール寝癖がつきやすい、もうこれはね同義語なんです。極端な話、こんな長い人がですね一切吸いたりもせずにズドンと重たい髪の毛、段も入ってないってなってる人は寝癖がつきようがないのね。髪の重さでぺったりしちゃうから。でもノブさんのようにこうしたね軽さ動きがある髪型をしてる人、そういった技法がうまくいってればいってるほど寝癖はつきやすくなります。なのでそこではジタバタせずにとっとと濡らしましょうといったお話でした。このことが理解してもらえるとですね、明日から無駄な努力をしなくて済むと思います。とにかく寝癖がついたなと思ったらとっとと濡らしましょう。悪あがきをせずに一遍濡らしてリセットしてからドライヤーしましょうねといったお話でした。参考になれば幸いです。現場からは以上です。といった感じで最後までお付き合いありがとうございました。今日はですね、ちょっと時間の関係上おまけコーナーがございません。ごめんなさい。でも、前回の動画でも言ったんだけど、今日、前回からね、撮影のカメラというか、このスマホを変えました。iPhone X から iPhone 12というのに変えました。以前に比べるとなかなか鮮明な、映像でお届けできたと思います。これからもちろんずっとねこれで撮っていこうと思ってるんですが、もう一つのぶさんね最近ご報告がありまして、 Amazon で GoPro というのをポチッとしてみました。 GoPro ってわかるかな、いろんなねスポーツであるとかドライブであるとか、もちろんのぶさんの大好きな魚釣りであるとか、そういった YouTube をやってる人はねごく普通に使ってるカメラの種類です。ものすごく手ぶれを抑える効果がしっかりしているのと、あとは広角で撮れたりとか、ね、いろんな機能があるわけね。やっぱり iPhone のこのカメラというのはスマホにくっついているカメラなので、その割にはねものすごく性能いいんだけど、もっとそれ以上のいろんな機能がついたカメラを Amazon でポチッとしました。なのでそう遠くない未来にですね、その GoPro というものを使って、面白い映像がお届けできるんじゃないかなと思います。多分、こういった、ね、施術シーン、今日はやってないけどいつもねゲストの髪を切ってる施術シーンなんかもその GoPro があると今までとは違った映像がお見せできるんじゃないかなと思っているので、ノブさん自身も楽しみにしておりますが、ぜひとも視聴者のあなたもですね、楽しみにしておいてください。そして、来たる11月5日もうすぐです。ノブさん全然練習してなくって非常に焦ってるんですが、第7回目のライブ配信をやっちゃいます。もちろんこのチャンネルの編集&音楽の赤ずも福岡県田川市からここ千葉県市川市行徳の信屋本店までやってきて、我々2人であなたと楽しい時間を過ごしたいと思っておりますので、ぜひともスケジュールの方チェックよろしくお願いします。ってな感じで、なるほど納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いいたします。ではまた次は火曜日にお会いしましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。グーでした。では恒例の私
女に生まれてよかった、そして俺男に生まれてよかった、 OK ありがとう。